さあ、や本日もやってるよしか、バイオブラー韓国ツアーイースティーン、イェーイ、ガガガガガガガ、ということでね、早速なんですけれども、ツアーガイドのベンさんと、それからツアーガイドパート2のニット、イチャイチャさんですね、ございますね。はい、ということで今回ですね、関門石門、関門石門ということで、楽市楽座を作るためにですね、まずはね、関門をね、突破していこうということでございますね。はい。関門っていうかね、皆さん、関所ってご存知ですか、関所。はい。で、かつてね、江戸時代はですね、今でいうね、県をまたぐときなんかね、まあ、越境するためにですね、関所というものを通り越していかなきゃいけなかったということですね。身分証明書を出してね、あ、この人は通っていいよ、この人はダメだよ、あ、こいつは亡命しようって、亡命って言い方はあれですけど、まあ、脱藩しようとしているよというね、そういうね、危険な行為をね、やらないためにですね、関所というものを設けていましたと。まあ、そういうのをね、乗り越えてね、脱藩犯になってしまってね、とんでもない全国指名手配になってしまった かの有名な坂本龍馬さんなんていうものをいたりもしますが、まあ、はい、まあ、そんなことなんでね、やってきてね、私はですね、今の時代に生まれてよかったなって越境するたびにですね、もう身分証明書を出してなってるのです、非常にめんどくさいことですからね。はい、私もね、とある県からとある県までですね、移動してね、毎日ね、出社をしているわけでございますから。ということで、シャンクスさんやっていこうか。シャンクス、何しゃがんでるんですか。あなたのかぶさりで私のことをぶちのめしていただけないでしょうか。はい、何ですか、何ですか。天候のせいで、あ、なるほど、雨の実ですね。雨の実のせいで、なかなかヘリコプターがヘリヘリの実で、カプコンヘリだからね、空飛ぶ棺ということでね、こちらに向かって来ることはできないということですね。はい、どこからチャンネルさんがですね、カプコンヘリのことを空飛ぶ棺と呼んでいたことはね、非常にですね、もう本当に素晴らしい、正しい例えだったなというふうに思っている次第でございます。ということでね、はい、村にはですね、残念ながらガンパウダーとね、お金が残っているということなんですけれども、ここから先ですね、農場等ね、村中央広場、しまったー、しまったー、あれあれ、やり残してしまったことがある。行こう。いけなーい、いけないんですよ。もうこれ以上私はもう、終わったわ、もうマジで終わったわということなんでね、はい、もうとにかく仕方ありませんので、今回のパートをね、とにかく進めていく次第ではあるんですけれども、はい、本パートを進めた後にですね、私はこのチャプターをね、しれっと裏の方でやり直しをしてですね、はい、皆さんと何事もなかったかのように、村の企画から全部ゲットすることができました。皆さんも6ヶ月無事終了することができましたっていう、そういうね、見て見ぬふりをね、皆さんに、ね、していただける、そんな優しい方ですね。で、あと賄賂に中のバーガーを皆さんに渡しておこうと思います。はい、ということで、なんかね、いろいろと売っていただけるものがあると思うので、じゃあ、しれっとね、修理をしておきましょう。いやー、まさかのね、まさかの取り忘れがあったということを、全くもって見ることをしないままにやってきちゃったんでね、もう非常にショックでございます。ということで、ここら辺はもう全然いらないアイテム、泣けるぜベアはなんとなく高い気がするので、それは残しておきましょう。ということで、アイテム欄は逼迫していくようなアイテム、武器とか等々はね、もう全部ね、もうこの世から抹消していきましょう。はい、キッチンナイフも売っていきましょう。これで、デギーンって、あとちょっとで30万ペスタに行くということですね。30万ペスタ集めたところでね、はい、もうここの薪をね、ブワーって燃やしてね、あそこのね、前回パートでバチャンと落としたやつね、もう壁をね、全部ね、もう引っぺがしてね、もう元に戻りたいよっていう、そんな気分で満々なんでございますから、みんな、はい、仕方がないでございますね。はい、仕方ない、仕方ない。ということで、ここからね、バンバン進んでいこうと思うんですけれども、目の前にはですね、はい、あそこでね、火がパーってやってるんですけど、その前、手前にいるね、赤い女の子はですね、はい、あれですね、もう、シャンクスですね、お尻がペロ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 してますね。お尻をペロペロしましょう。お尻をペロペロ。本日のワンショット。で、おいことで、そんなことも関係なく進むんですけど、関所バーンと。さあ、ここはスニーキングミッションなんですけど、そんなことお構いなしに、カン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 、はい、お掃除ですよ。はい、ツアーガイドさんが来たんでね、皆さんね、丁重におもてなしをしてくださいね。はい、どうぞ、はい、はい、はい。あ、燃えてるね、燃えば、はい。あれですよ、皮変じゃなくて、草変の方の燃える。あ、アシュリー、ツアーガイド、そんなひどいことをしちゃダメですね。はい、ツアーガイドでそんなひどいことをしちゃいけませんよ、ということで。あ、やばい。ああ、カメハメハを打とうとしてるやつがいるんで、そんなことをさせないでさ、ファイナルビッグアタック、ビッグアタックとファイナルフラッシュをなんか合体させたような感じがしますが、あれ？ああ、なんとこちらでもなんかまだまだ発狂しているバートもがたくさんいらっしゃるんでね、はい、こんな、もういきなりね、村観光ツアーのね、熱烈な歓迎を受けている最中なんでございます。いつまであなたは寝てるんですか？はいはい、そのままガマの油でも乗っときゃ治るんですよ。江戸時代かって。はい。実際ガムの油を塗りたくったところで治るのかどうかっていうことは、私はもうその歴史の専門家でもなければ薬の専門家でもありませんので、そんなことは分かりません。そして私の父親はかつて薬剤師だった、今も薬剤師だった。ということで燃やしていきましょう。だやつにこそガムの油でドゥドゥドゥ燃やしていくということが、まあ非常に正しいのではないかと思われるんですが、この上を登ることはできませんので、こっちに向かってくると思うので、であっちでなんか燃えている、ああディーコン様だ、ディーコン様がね、元気に燃えてます、元気に燃えて元気バーでございますね。はい、でムニムニすること
は特にないので、こっちを見てみると、こっちでムニ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 しているバーは特にいないですかね。はい、大丈夫そうですね。ということで降りていきましょう。キッチンナイフなんか拾っていると、足元には危険人物がいるので、危険人物じゃなくて、あ、大丈夫、足折れてない。我慢の油抜くパート2。ということで、アイテムどんどん拾っていきましょう。素材 L、はい、素材 L の L はですね、ラージでございますね。で、チャカ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 ってなって、チャカ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 チャってなってたらね、あの変なやつがね、うおーって言いながらこっちに向かって走ってくることがあるんでね、なんか両超ネイルアウトしまくったやつがですね、はい。で、ここがですね、レイラーの身分証明書がないと通っちゃいけませんよって、関門のところですね、関門と書いて関所って読むんですけれども、はい。で、関所がないとね、一体どうなるかというとね、猛烈な熱烈な歓迎を受けることになってしまうんですよ、こういう感じですね。今、あからさめにの操作がね、非常に不自然だったってことに気づいていただけたんじゃないかなというふうに思います。そうなんです。ここにあるの見えてて、私は、わざと引っかかってみたという、そんな感じでございますね。はい、で、こっちのね、こっちを、あ、うそん！そういうことは気づいてたけど、俺の思って言い方ってたの違って、何、おろおろ覗いてるんで、おめえも今からその目に合わせるんで、ほら、おいでおい、おいおいでおいで、ほらおいで、ほらおいで、来るんだよ来るんだよ、こっちこっち、さあおいでおいでおいで、カモンカモンカモン、いや分かってんだおな、そう、はい、行動不能でございます。さあどうする、はい、シャンクスどうするぞ、助けてよ、シャンクスどうする、さあシャンクスどうする、さあそれを、お、自力で、うめきって、カッコうめきって出てくる、そんなこと出てきたの初めて、あ、ちょっと待って、これさ、前かがみになってるってことさ、見えるじゃないか、見えないか、で、あ、ちょっと待って、あ、ちょ、ぬ、え、レオン、あ、これ自力で助けられない、自力で無理なの、いけるでしょ、君の、ほら、いけるじゃないですか。はい、もうそんなね、可愛くぶっちゃってダメなんですよ、もうこの時代ですね。はい、もう懸賞金40億以上もかかってるあなたがね、そんなね、いや、レオンなんていうね、そんな嘘ついちゃダメなんですよ。あー、なんだか、太郎、次郎、サブロー、サブロー2号はね、もうついに首になっちゃったっていう時代でございますね。ということで、タタ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 タ、あー、セクハラですー。あれ、せや、あ、いて、せや、接近戦ではナイフの方が早い、覚えておけ。接近戦ではナイフの方が早い、覚えておけ。いて、接近戦では寄生虫の方が早いってか、接近戦では寄生虫の方が遅かったですね。ああ、いらんダメージを受けた。まあ、それ覚悟で行ってみたんですけどね。はい、で、ここでですね、関門をですね、通り抜けていくためのに必要なですね、誰ですわ、身分証明書を提出するためにですね、そこで立っているおじさんたちがね、寝転がっているというところでございますね。で、かつてですね、ここの関所を通るためにですね、身分証明書を持たないで行っていた人たちはですね、こういうふうに、漬物瓶にね、ドド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 されてしまってですね、トラバサメで挟まれてですね、最終的にこういうミンチにされてね、美味しくいただかれた後に、ここの中でベッドでウエーって寝ているという、そういう状況でございますね。はい。相変わらず目が出まくって腐ったジャガイモがたくさん置いてあるので、ここら辺は全部ね、ボーンとしていきましょう。はい。これはですね、餅吉の缶でございますね。餅吉で金色なので、醤油味ですね。餅吉は僕は醤油かサラダ派かで言ったらやっぱり醤油派でございます。で、ここら辺前をね、進んでいこうと思うと、なんかね、風邪ひきそうと言ってるんですけれども、あなたは大丈夫、頑丈だからということで、そんなことは無視しておきましょう。で、頑丈なんですけれども、まあ、さすがにね、この先を進んでいこうと思ったらね、何か宝物をね、取るの忘れてないかと思ったらですね、ここにショットガンを取り忘れてます。ショットガンなんかもう何のこっちゃでもないんで、屁でも何でもないですから、そこら辺無視して、どんどん前に進んでいきましょう。で、これバーンってやるとね、ボーンってなってね、燃えちゃうんでね、気をつけてください。やけに静かだなと思っているんですけれども、全然静かじゃないんですよ。この後ね、ものすごくね、やかましくなってきますから、そこら辺はね、皆さんと共にね、わーっとで、積極的にさお祭りを楽しんでいこうかなというふうに思います。で、前をね、走っているね、おばあさん、はい、あなたもタイムカード切っておこうかなと思ったら、気づきやがったバーネ、あっちば、あちゃ、で、もう一人のうちに、おめえなんでタイムカード切ってんだよ、俺たちは夜間警備をやってないと食っていくことができないんだから、そんなことしちゃダメですよーっていうね、そういうお叱りをね、現場からやってくるんですけれども、現場とね、経営者、経営監督者がどっちがね、上かっていうことをね、今ね、もう暴力によってね、もう指し示すことが成功しましたということでございます。はい。で、このところでですね、関所をですね、守っているガーディアンの方々が今、たくさんいらっしゃるんですけれども、その中のですね、今回リーダー格をね、ご紹介したというふうに思いますので、もう少々お待ちくださいね。はい。今、その準備をしておりますんでね、はい、お金は貸し払っていくと。というのもね、彼らはね、すぐにね、身分証明書のない人でもね、これでなんとか頼むよというね、リベートをね、バーバーやっていらっしゃるんで、そんなリベートは、私がね、一切ガス許さないということで、これなかなか開きませんね。ということで、バーン、はい、開いたーということで、はい、じゃあこっちから、裏口入学をさせてもらえない。開かないんですね。開かないという、そんなことはないので、裏口入学をしましょう。裏口入学。はい、これで開きましたね。はい、裏口入学成功することができましたんで、はい、これで、リベートの使い方っていうのは、これが本格的に正しいということでございます。で、カチャカチャっと開けといて、で、お邪魔しますと。で、この中にですね、とりあえず邪魔になるんで、しまっておきましょう。
いうことでございます。これ上のところに何かアイテムはなかったかなと思ったんですけど、とりあえずアイテムはないみたいですので、エクスパンショントレジャーということで、はい、この彼を、彼女ですね、ここから覗いたらね、セクションのリーダーがね、うわーって出てくるかなと思うんですけれども、さあセクションのリーダーが出てくるというところなんで、彼女らにですね、挨拶をしようと思います。はい、ウェイウェイ、あたしらが関所のブスリーダー格バーでございます。はい、ということでね、はい、右からですね吉原さんと左が中条さんでございます。でちなみに彼らね、あ、彼らじゃねえ、彼女らですね、あの姉妹なんですけれども、はい、あの右の吉原さんに関してはですね、はい、あの旧姓中条さんということで、あの唯一結婚しているということでございます。で左側の女性はまだ独身ということなので、中条さんのままということでございます。はい、であの熱烈なですね、あの歓迎を受けていらしておりますんで、こっちもね、あの熱烈なねお返しをしようかなということでございます。はい、あーっと、なんと、あれあれ、何してんの、なんかよろしくないことしてらっしゃいますね。はい、もう一回隠れてなさい。なんで出てきたんですかね。あーっと、なんか発狂しているうち、発狂 G がいる。あーということで、あーすいません、ちょっと吉原さんと中条さんがですね、ついにあのもうちょっとアルコールの飲みすぎで、職務怠慢、職務放棄ということで、ね、もう許すまじ行為ですね。あのもうはい、もうちょっと後ほどちょっとしばくことにします。はい、なぜかというとですね、はい、もうあの非常にですね、あの勤務中のアルコールをね、あの飲酒したということでですね、摂取をしたということでですね、もう非常に許すまじ行為をあの私は目の当たりにしてしまいましたので、そこら辺はねやっぱりね、あの身をもってですね、あのもう呈してね、もうボコボコに仕上げていかなくちゃいけないということでございますね。はい、ところでなんか外が非常に明るく燃えているんですが、はい、彼女は、はい、これがですね、あの、はい、彼女はですね、あの中条さんですね、未婚の中条さんですね、はい、でなんかあのどんどんね、俺たちの酒盛りの場を奪っていくんじゃねえということで非常に怒ってきているんですけれども、いや彼女ダメですよ、はい、端っこの方に追いやっていきましょう、端っこの方にで、どんどん外にね、追いやっていきましょう。で彼女に関してはですね、あの旦那の元に返しましょうね、もうぐでんぐでんに酔っ払ってるんでね、さっそくね、あのタクシーを呼んでですね、あの中にね、あの中じゃない、あの自宅にも帰っていただくことにしましょう。はい、そばにいろ、わかった。じゃあ、非常に静かになりましたのでね、ここでね、ハーブ、イエローをね、バーンと取ることが成功しましたので、ここでまたね、アイテム、ボンボンと取っていきましょう。はい。で、この先進んでいくとですね、はい、何が待ち受けているかというとですね、私が取り損ねた宝の模出が余っているというところでございます。ということで、こちらですね、まあ、もう取り損ねたというか、これから取りに行くっていう表現の方が正しいのかもしれないですけれども、じゃあ、離れないでください。近づいてください。離れないでください。わかる。近づいてください。で、こちらは、ここから逃げる場所でございますね。はい。で、あれ、アシュリーちゃんはどこ行った？アシュリーちゃんじゃですね、はい、クラウドでもない。シャンクス来たね、ありがとうございます。はい、シャンクスはですね、はい、銃を向けるということの意味は分かってるんだろうなってことをね、あの身をもってですね、あの二人に教えてくれたんではないかなというふうに思いますね。でやっておしまいということは私の方にですね、なぜかね、あの自ら手を下さずに私の方にね、それをね投げやってくるという、そんなね、あのなかなか恐ろしい、感じでございました。で残っている宝物がですね、まだ一つポンとありますので、それを拾ってから、次の方に進んでいきたいというふうに思います。ありましたね、ありがとうございます。カチョーンということでございます。はい。ではですね、この先に進んでいこうかなというふうに思ったんですけれども、ちょっとね、やり残したことがありますんで、一旦ね、あの、前に戻ってですね、あの、セーブをして終わりにしたいというふうに思います。今回もですね、あの、観光ツアー、ちょっと非常に短いパートになったかもしれませんが、最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。ということで、あの、樽をね、壊すの忘れてたんでね、そうなんです。これをやり残したことであるんですけれども、まあ、もう一つね、やり残したことっていうのがありますんで、そこまで戻っていきたいというふうに思います。てこ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 てふぬふぬぬふぬぬ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 ぬということで、こっちまで向かっていきましょう。ててててれれれれれそう、中野バーガーを食べ忘れてたんですよって、そんなことじゃないんですけど、一旦戻らないと、あの、不都合が起こるということですので、はい、皆さんね、あの、大変申し訳ないんですけれども、ちょっと、お付き合いいただけたらな、というふうに思っております。ということで、こっちの方進んで、バリアプションから、テクテク歩いていこう。ドープセサミーぬぬ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 ぬ。はい、これを読み忘れてた。そんなことじゃなくてですね、はい。ショットガンを取り忘れてた。そんなことでもありませんと。はい。ちょっとね、本当に用事がありますんで。はい。ということで、今回の観光ツアーに関しては、ちょっと非常に短いパートになったかもしれませんが、戻ったところでですね、はい、一旦終わりにしたいというふうに思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日もまた観光ツアーをお楽しみください。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた。